はい、じゃあ本日は、11月30日、デュエルマスターズ新団発売記念大会でーす。言えなかった、お疲れ様でーす。はい、こちらね、昨日発売のディエキングマックスです。竹山さん、デッキ、用意してきました？用意できましたよ。僕だけに教えてよ、君の主役は何のデッキ、何のカード、何でしたっけ、4枚だっけ。俺も参加してるの？じゃあ参加しなさい、みんな。はいはいはい、みんな参加して。こんないっぱいカード持ってたね、よくわかんない、次行こう。はいはいはい、はい、皆さん参加の、ね、今回のルールは同じカードを4枚ね、はい、主役にしてね、畑さん、はい、4枚選んで、そのカードで戦ってもらうという感じですかね。私です。はい、何主役にしたの？畑が選んだ一番トップレアのスペルなんちゃらかんちゃらです。スペルなんちゃらなんちゃら、あ、高いやつね、うん、ベリーレアなのに、あれスーレアだよね、スーレアの高いやつ、 あれを4枚用意した。さすが畑さん、楽しみです。そしてはい、会場にはもう人がいっぱい。はい、皆さん、あのデッキの準備はできましたか？イエーイって言ってる、よしよしよし。はい、あの診断のカードを使って、面白い動きをすると、そうするとマッチが動画に撮ってて、これ面白いじゃんっていうことになるわけですね。はい、皆さんがいろいろ準備をしてます。はい、練習してますね。はい、じゃあもうすぐ始まるので皆さん、ちょっとお待ちください。お疲れ様です。じゃあ今回、ディエキングマックス2022、診断発売記念大会へご出場ありがとうございます。はい、じゃあ主催のマッチーさんから簡単に、ご説明があります。お願いします。発売記念大会ということで、診断ごとにやってる大会なんですけれども、今回もやることになりました。はい、で一応改めてですが、大会の参加ルールですね、診断のカードなんか1種類決めてそれを4枚入れてくださいと、うん、いうことで一応、出てもらいました。はい、さっき致命的な欠陥が見つかったんですが、うん、まあ、みんなのモラルを信じて、まあ、そのまま大会続行したいと思います。はい、はい、でまあ、大会のデッキのルールは大丈夫かとは思いますけれども、うん、ですね、診断のカードなんで、まあ、毎度毎度言ってることなんですけど、まあ、新しいカードが入っているんで、ルールミスとかが起こってもおかしくないです。なのでお互いにカードの効果を確認しながらやってください。はい、いいでしょうか、竹山さん。はい、特に竹山さん。本日昼間の大会でルールミスをされたという噂を。これは昔のカード使ったら。ああ、そうですか。はいはいはい、皆さん、まあ、ゆっくりね、相手の人も多分知らないカードが出てくることかと思いますんで、うん、相手の人は新しいカード知らないんだっていう体で、やってあげてください。ゆっくりね、はい、うん、という感じでよろしくお願いします。はい、じゃあのデッキいつも通り投稿してもらうとか、なんか2回戦以降終わった後に、うん、時間になるときにな、多いんでね、うんうんうん、やってもらおうかなと思いますんでよろしくお願いします。はい、はい、ということで、じゃああとはまあ普通に対戦するだけですんで、皆さん頑張ってください。はい、よろしくお願いします。じゃあまあいい、もういいの？でこちらの大会ね、改めて言うけど、なんでこんなのを毎回やってるかというと、マッチが新しいカードがこういう動きをするという新たな発見を見つけたいわけだよ。だからみんなが面白いデッキを組んでくれると、マッチの TCG チャンネルに乗れるというか、マッチが喜ぶので、皆さんぜひ頑張ってください。はい、じゃあコールお願いしたいんかな。マッチ大丈夫？いなくなった、いなくなった。はい、マッチが喜ぶような新カードの動きをぜひ見せてください。大丈夫ですか、 FK さん狙ってますか、ちゃんと、はい、大丈夫。はい、じゃあコールお願いしましょう。はい、じゃあすいません、立ってるもの、あと、そうだ、一つ言っとかないか。はいよ。戦勝が妙に多いんですが、人数が綺麗に分かれた結果、多分ね、24人なんだけど、うんうん、綺麗に不戦勝が8人います。はい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 。めちゃくちゃ試合してる人少ないですが、しょうがないんでご了承ください。はい、参加者24名。はい、じゃあ1回戦、じゃあすいません、立ってる方の席も、じゃあ一斉に始めていきます。じゃあ準備できてないとこ大丈夫でしょうか？ないですね。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ行くぞ。じゃあデュエルマスター第1回戦行くぞ。出ます。スタート。不戦勝の面々です。はい、不戦勝の面々。おはようございます。はい、戦わずして2回戦に進んだやつらです。面構えが違う。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、1回戦ヒドロ対タイソンの試合を密着。自分で7枚捨ててもらって。あ、じゃあ、はい、あ、さあ、タイソン、いじめられてる、タイソンがいじめられてる。さあ、ヒドロさん楽しそうですね。勝ちました。じゃあマッチに報告して。はい、負けのみない。あ、報告、名前はなんだっけ？ザビエル。ザビエル勝ったって。最速で終わったよ。負けた人はどいてください。場所がないんで。勝った人はじゃあ残っててください。あ、勝った人、おい、勝った人、ザビエル。勝った人残っててって。負けた人がどくんだって。うん、やっちゃえ、やっちゃえ。
いや、マナチャージ失礼に出ないね、マナ色ないね、たまえぇ、ー、マジでオールインチャージャーとなります。さあ、ヒドロさん、ヒドロさん、ヒドロは頑張ってます。タイソー、タイソーがなんか泣きそうになってるけど大丈夫か。そしてこの人は竹馬さん、やっぱりブックで一番強いと言われている竹馬さん。いやー、外してったもんね、見たみたい。今やばいかもしれない。勝ちました。はい、勝ちました。はい、おめでとう。はい、名前をマッチに言ってください。ライブで勝ちました。はい、スター切る。そこにガラス入ってください。はい、負けた人はじゃあどいてください。はい、ちょっとね、正直言ってたけど、はい、ちなみに竹山さん、主役はどれなんですか。まあ、後で言うよ。やっぱりテスト行ってこうか。これテストはい、ね、うちはあのご存知の通り狭いもんで席が少ないので、順次変わって対戦をしていきます。はい、ダークマスク、まあ、これ3枚バビリウス、ガチロボ破壊してこちらガチロボ、ガチロボ効果3枚。はい、で、ホーリーエンドの効果で、ね、ガッして3枚。じゃあ3枚で、じゃあ片前に3枚で、お願いします。なんか楽しそうですけど、あ、ヒドロさん楽しそうな顔してますけど。こいつ効果で2枚召喚できるんだ。召喚なんだ。あ、そう、初犯なんだ。うん、何かが初犯できない。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ここばんそうやこで流出かわいいだ、だこれ。あ、こいつの効果2枚回す。で、まあ、ファイター1枚ですね。やまないカルメイカルメイこれ遠藤出た時にディビアマンから1枚目を持っていくときから効果が3枚目。じゃあ3枚目を3枚目で効果で4枚目でしゃくれてもらうと思います。マッファイターでプルでロイヤルする叩くとき効果マッチブラッチで7、これ負けるまで、負けるか抽出するまでもう一回で負けてで効果で1枚目でいくで効果でこれになれる。わー、圧勝でした。連続でミスったらあぶらったマジかと思って。はい、まあしょうがない、まあしょうがないよ、まあうん、この相手は化け物だから、しょうがない、化け物だから。いや、奇跡っす。はい、お疲れ様です。化け物ってところに、マッチーマッチー、あの、なぜか、なぜか竹馬さん勝ち。はい、竹馬さん、あの、どんな手を使ったかわかんないけど、勝ち。はい、竹馬さん、お疲れ様でした。はい、よし、2回戦に入っていきましょう。何盛り上がってんの。え、何、ダイヤ司会が持ってないんで。え、何、いじめられてんの。え、いや、僕は普通にディールマスターズやってるだけなんですよ。あ、ディールマスターズグランプリのルールだからちょっと投了できないらしいです。なるほど、しょうがない。じゃあ、あ、投了すぎました。手札借り取るわ。いいよ、別に終わってもいいよ。じゃあ2判、はい、でもうちょっと見せて。オッケー、タキがいじめられるところ。じゃあダークエースもう一回判定する、はい、終わりで、終わりです。マナ溜まった、マナ溜まりましたか。じゃあマナクライスで破壊します。あ、俺のミスが。じゃあサイケデリカの効果をもう一回マナ終わりで。ゴーゴーブランドないです。あ、まだたまっ、まあ、1枚くらい許してるから終わり。5号から出るからな、5号から出るからな、終わりです。あ、やべ、まだ2枚はまずい、まだ暗いっす。
怯えな。絶対止めます。怯えな。防具眼出るかもしれないぞ。終わりだ。あ、クソ動けねえ。終わりだ。いいか、防具眼絶対出るからな俺は。クソクソクソ、やばい、ちょっと山見ます。やばかな。やめますね。あ、どうもあるかな、クソ。これ以上ます。おいおいおい。で、唱えないです。唱えてください。で、4コストマナクライスとってます。じゃあ破壊で、じゃあ耐久デリカでもいいかと思います、はい、終わりで。ゴーゴーブランドないです、終了します。じゃあこれでマナクライスで破壊します。終わりで。終了します。終了します。倍速じゃん。じゃあこれマナクライスで、はい、終了します。終わります。じゃあこれダークリスなんで、これはキープで。あ、いいですか。残り山札がもうマナクライス3枚になったんで、これずっと打ち続けますで、終わりで。じゃあマナクライス、はい、あります。あ、キープ、キープ。キープしますよ。あ、じゃあダークネス。それはすごいわ。これ。タケちゃん。握手じゃないんだわ。握手じゃないんだわ。いや、まあまあまあ、さすが畑さんで。はい、お疲れ様です。タケだわ。はい、タケちゃん。ちょっと、ちょっとね、ゆっくり泣いて、後で。ネタデッキです。雪の中身非公開。非公開ってダメ。非公開、非公開。叩かれる。はい、じゃあ次、ここでやるのは、ヒドロタイキ。おお、なんかそれも知ってる。はい。同じようなパーカー着ちゃって、また、はい、仲良くやんなさい。はい、だいぶだいぶなんか試合も進んできたようで、はい、この辺は、あ、この辺はもうあれか、試合負けたい人たちの遊び、はい、そっか、はいはい、ハタ対ヒドロだね。これが何、純潔、純知らない、何も知らない、言われたら戦ってるだけです。目の前のやつを倒す。あー、いいですね、いいですね。はいはいはい。じゃあベスト4残りました、お疲れ様です。はい、はい、数々の激戦を制して残ってきた4人です。それぞれ、主役のカードを教えてください。畑さん、なんで残ったんですか。はい、サイクルペリア。サイクルペリアを4枚使って生き残ってきました。さすがです。これは竹馬さんを倒します。あの竹馬を倒した、これは実績ですね。はい、そして FK 何使ってるんですか。ですね、お前なんていうの、リュウハジングレンエントリー。ん、リュウハジングレンエントリー、へえ。これは強いんだ。これね、まあ、これマッチさん評価。あ、そうなんだ。解決。へえ、あ、これは評判がいいらしいです。はい、FK。そして君は何を使ってんですか。レッドゾーンフォーミュラー。お、レッドゾーンフォーミュラーを4枚使った。これなかなかですね。うん、はい、さすが。そしてもう一人は、あと、じゃあ、カード、カード。これ俺、あ、ごめんなさい。忘れ形見みたいな、なんか。ドラゲリオン。ドラゲリオンとこれを診断カード使いました。44なんだ。うん、8枚も入れてるってこと。24だと思います。ああ、24なのね。こっちが4枚なのね。え、ブリタニア？ブリタニア王国？っていうことですよ。ルルーズ・ランペルーズってことです。そうなんだ。あ、いいですね、いいですね。あ、なんだっけ、あの、挨拶、挨拶。オールビーハイブリタニア。オールハイブリタニア。はい、ということで、じゃあこの4人で頑張っていただきたいと思います。はい、マッチーさん、よろしくお願いします。あ、ちょっと待ってください。何、何？じゃあ、これからですね、対戦を決めていこうと思います。うん、はい、はい、はい。組み合わせ？はい。あ、そんな何？これなんか、引いて、ここで組み合わせ決めてもらおうと。お、いいね、いいね。面白いじゃん。はい、はい、お願いします。じゃあ、すいません。選んでください、カードを。はい。はい、1個引いていいよ。じゃあ1個裏のまま、うん、はい、じゃあいいよ、どうぞ取っててください。はい、 FK も引け、はい、これも、ここね、じゃあここ、じゃあこれ、これ全速、はい、はい、じゃあ一斉に上げます。はい、せーの、はい、おお、じゃあ全速さんって人マジか、全速旗、そして FK と、はい、という感じで、じゃあ、はい、おいいですね、はい、じゃあよろしくお願いします。マジかよ。はい、ちなみにマジさん、あの全体のどうですか、どういうカードが人気だったとかあるんですか。やっぱり結構バラバラっていうか、もう見てもらうと分かると思うんですけど、全員違うカードです。まあここはねバラバラだけどね、うん、あ、でもやっぱ畑のさっき使ってたサイクルペディアは結構、あ、高いですけど人気みたいな。あ、そうなんだ、へえ、はい、分かりました。あとはでもちょっとね、ちょっと、うん、あの試合が秒速で終わって、うん、見れなかったみたいなのもあるからそうだね、はい、まあ、その辺気になりますけど、ね、うん、はい、分かりました。じゃあその結果もちょっといろいろ後で見ていきましょう。はい、はい、どちらよろしくお願いします。よいしょー、はい、すごい、小学生が残ってる、すごいじゃん、素晴らしい。そして畑さんが、あ、さっきの竹馬をいじめたデッキと、あっちがレッドゾーンなんとか、レッドゾーンフォーミュラーです。そうかそうか、めちゃんこ強いんですよ。そうなんだ、すごいね、それはいいことだ。じゃあ決勝戦よろしくお願いします。はい、畑の勝利。いやー、でもすごいよ、小学生なのに決勝まで頑張った、うん、よくやった。はい、よし、じゃあお疲れ様でした。じゃあ診断、大会無事終了ということで、じゃあ奥のテーブルで表彰式入ります。皆さん、じゃあ移動お願いします。なんかもらえる。はい、じゃあ皆さん、大会参加お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、無事に大会終了です。マ
お、町田さんから商品が出ます。優勝は、はい、これです。はい、クズが勝ちました。はい、ハトさん優勝おめでとうございます。はい、じゃあ優勝チャンピオン、はい、あ、じゃあ景品を、何これ、お、すいません、お、これは同時にお知らせでもあります。何でしょう。これ最後のデュエキングです。売り切れです。売り切れました。はい、デュエキング売り切れ、おめでとうございます。大人気だったね、すごい。優勝商品、じゃあ俺4パックあげる。 あ、決勝の相手のね、小学生に、まあ、まだあるんだよ、まだある、お、一回じゃあこっちかける。はい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 、はい、はい、畑さんが優勝で、はい、そして何ね、うん、で、ちょっとみんなにね、ツイートをしてもらいました。はい、で、一番面白かったデッキです、ね、はいはいはい、はい、面白かった。まあこれはね、実はもう店に来た段階から、まあ、ちょっと目はつけてたんですが、まあ、これが今のところ1位かなということで、はい、ですね、はい、ザ・めくりデッキですということで、はい、中村さんのデッキ、え、今回は、特別賞ということで優勝にして、あれ、クレイジー中村はい、おめでとうございます。デューキングがないんで別のデューキングを差し上げたいと思います。まあ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 、おー、すげー。デッキはツイートを見てもらえばわかりますが、うん、ファントムベールで強制突撃させて、売券のビジョンでパーフェクトアースを出すというデッキです。面白い、はい、面白い。なんか見てもらうとわかるんですけど、変な技がいっぱい入ってると思いますので、あ、今対戦すれば味わえるね。はいはいはい、はい、おめでとうございます。はい、うん、はい、次回は、リュウハ爆炎の発売の時に、でも爆炎のデッキの発売が確か2週間後めちゃくちゃ早いんで、早い、その次の土曜日、ほい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 、しし、発売日がいつだっけ、12、じゃあその1週間後の19の土曜日、そうですね、はい、12、2週間後で早いから、うんうん、12に、じゃなくて、その1週間後の19の時にちょっとまたルールを決めて、診断というか新デッキの大会をやりたいと思います。今回はあれでしょ、デッキが中心だから、逆に変えていいのは何枚以内ってするやつだよね。まあ変えていいで以内にするか、うん、なんだ、スーパーデッキのコンセプトにそぐうような、そぐうようなを持ってきてくださいにするか、お、検討中です。わかりました。じゃあそれについては詳しいことはまた発表すると、1週間以内には出します。はい、わかりました。じゃあ大会総括で優勝者からコメントもらってないんだけど、優勝者はどこ、あ、優勝者、なんか語ってくれる、語る、いや、激闘を振り返って、激闘を振り返るか、うんうん、一番厳しかった相手とか、やっぱでも僕は個人的に一番やりたかったことが、その相手を絶望の顔にするっていうそれを竹山さん相手にできたんで、そこは、あ、竹山さん、あ、絶望しましたか。一生許さねえかんな。一生許さない一生許さないそうです。はい、わかりました。またもうみんな強かったんで、うん、まあ、少年もね、すごい強かったんで、おお、やっぱね、4パックあげようかな。あ、やったー、よかったよかった、うん、いいね。じゃあそういうことで、じゃあマチーさん、大会お疲れ様でした。はい、じゃあ皆さんご参加ありがとうございます。また次回もよろしくね。はい、ありがとうございます。